スタートしていきたいと思います。してるんですよね。これ誰しもというかね、全部お猿さんが理解できるわけじゃないんですよ。じゃあリキちゃんこっち側の方もう一回行こうか。こういうのちゃんとね分かってくれてますし、で最近だとね彼テレビなんかも結構出るもんで、あの芸人さんがねやる振りなんかも分かるんですよ。例えばこう芸人さんがリキ君竹馬乗ったまま危ないから転んじゃあかんよなんて言ったらもう彼絶対に転んでくれますよ。すごいでしょね。全然盛り上がってますよ。さあそれではですね、ちょっとこっからはねお猿さんらしく飛んだり跳ねたり行ってみたいと思います。こちら竹馬に乗ったままですよ。ハードルジャンプ行ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。あ、今日じゃあこちらから助走お願いいたします。はい、さあそれではいきます。竹馬に乗ったままのハードルジャンプ、まず一つ目です。そこにちょっと穴あるから気をつけてね。あ、時計回りで、
ったらですよ、僕たち普段東京で公演してるときはこの後これ3つ打っていくんですけども、今回函館初公演ということで一生懸命今日に合わせて練習してきてきまして、これなんとレベルアップいきます、広げます、これを一気に飛びます。ありがとうございます。じゃあリキちゃん、でも今回こうちょっと調子乗ってね、広めに作ってあるから、これ助走もギリギリまで行こう、ちょっとこっち来て、行けるとこギリギリ行こう、こっちおいで、こっちこっちぐらいまで行って思いっきり飛ぼう、思いっきり助走つければ多分行けるからね。さあそれでは一番広い3つチャレンジさせていただきたいと。どういう状況、あれ助走はこっち行こうって、助走違う無視しないで、こっち助走行こうって、なんで怒ってんの、助走行こうって言ってるだけじゃん、早く何、ちょっとできない、一回こっち来て、何に怒ってんのあんた、なんか嫌なことあるならちゃんと言いなさい、ね、一回降りていいよ、ちょっと話聞くから竹山ちょうだい、何が嫌なこと、何やってんのあんた、ほら拍手来たからいける、 OK ね、よし、ありがとうございます。さあそれではやりきちゃん、ちょっと一回こっち来て、あ、その子知り合いじゃないよ、こっち来てさあそれでは行きたいと思います、一番広い3つ成功したら皆さん大きな拍手忘れないようお願いします。やりきちゃん一回こっち側来て、いきます、頑張ってよ、あーやりきちゃん惜しかった。今回ね、お客様優しいからね、こう盛り上がってくれてるけど、あれ倒したら失敗ないよ、すごいね、自分は悪くないみたいな顔するからね、最高だね小島町、あの失敗続くとやっぱつまんないんで、あのもしこれ次やって失敗したらその次ボケやりますさあ集中してよ、本当にそれだけやっぱ難しいからね、もう今日に合わせてずっと一生懸命練習してきたんでね、よし、いきます、もう一回チャレンジ、誰か止めてもらっていいですか？ええじゃないんですよ。ないです。誰も止めてくんないから。あんたも何それっぽくしてんのよ。うわでもリキちゃん、これね何が残念ってね、ちゃんと聞いて聞いて、お客さんにねあと1回って言っちゃったのよ。うわだからどうしよう。もう一回、もう一回、もう一回いいですか？優しいな、なんだ。函館最高じゃないの。よし。よし、正直で頑張ろう、自然ともう一回コール起きたから。さあ、それでは、行かせていただきます。頑張ってよ！頑張れもう一回。もういいんじゃねえかなと思って。やんなきゃよかった、行きましょう、じゃあちょっともう成功するまで行きます、多分終電までに終わるんで、こっち来て、ちょっとタイムやんだ、頑張ってよ、ここで、はい、おー、分かりました、じゃあこうしましょう、ちょっとこの、函館公園にね間に合わせるために練習したんですけど、ちょっと間に合わなかったやつが一つだけあるんですよ、それをちょっと代わりにチャレンジします、これチャレンジします、このパパちょっとこっち来て、これ失敗する確率が 70% くらいなんですよ、なんでこれに関しては最初から言っときます、チャンスを2回ください、でこれ何が難しいか、彼とのこの高さの差なんですよね、これ多分皆さんパーって見た感じ、大体リキ君と同じくらいじゃんと思うでしょ、これ近くでよーく見ると分かりやすいんですけど、大体これだけ差がありますから、ね、相当難しいですよ、さあそれではいきたいと思います、本当にね最近できるようになったばっかで、できるようになるまで3年かかってます。
はい、僕はこの竹山のハードル作るのに2年10ヶ月かかりました。さあ、できちゃん、ちょっとチャンス2回あるから頑張ろう。頑張ってよ、いきます。はい、今風でしょ、風だと思う人。じゃあちょっとなんか成功した感じないんで、声だけ成功した感じでいきますね。で、あの、なんで皆さん声だけ成功した感じでいくんで、あの、そしたら、あの、彼やんないんですけど、なんか盛り上がってください。さあ、それではアリキちゃん、そのまま降りてっていいよ。さあ、行くことができるのか。いや、降りてて、やんなくていいよ。さあ、行くことができるのか。頑張ってよ。いや、さっきましょう。今日のメインの芸です。後ろにある大きな階段を使った芸になります。よいしょ。ありきちゃん、ありがとう、手伝ってくれて。ごめん、あんた疲れてんのに。よいしょ。じゃあ、せーのでいこうか。いいよ、せーの、おい。全体重乗ってる。よいしょ。さあ、それでは行きたいと思います。本日のメインの芸です。逆立ちになります。さあ、それではですね、彼もここまで、一生懸命頑張ってくれたんですけども、彼も体力の限界ということで、あと1回だけ広げておしまいにしていこうと思うんですけど、ただね、皆さんもうこれだけもう盛り上がっていただいてますから、最後皆さんに満足して帰っていただきたいということで、この最後の距離、これ皆さんが決めてください。僕今から階段ゆっくり広げていくので、この距離飛ぶの見れたら満足ってとこまで行ったら拍手してください。全員から拍手いただいた位置で階段を止めます。いいですね。それではゆっくり広げていきます。ありがとうございます。全員から拍手、車で広がります。後ろの方も見えてます。笑顔で拍手しないと多分性格悪いです。 OK ですか。さすがにこれ以上って方いないですよね。 OK ね。じゃあこれでいきましょう。わあ、ただ結構広いね。リキちゃん、今一応距離が決まったのよ。ただあんた今ずっと向こう見てたり、今もこっち見て、まだ距離見てないでしょ。一回、距離確認して。結構広いよ今回。多分びっくりする。ほら見て、この距離、えってなるでしょ。これってなるでしょ、これってなるでしょ。ただよ、これ皆さんからすれば、いや、リキ君だったらできるっていう期待込めてくれたような距離だから、相当期待されてると思って頑張ろう。じゃあリキちゃん、ラストジャンプお願いします。相当集中しない。どうした何をすがすがしくしてんの。行こうリキちゃん。はい、どうぞ。やっぱ広い。でもあんた、あれを自分でこの距離見て、いや、これは危ないよと思ったら今のうちに言って。今だったら俺まだ縮めたりとかもするからね。いやいや、なんかなら言ってきて。どうしたん。うん、あ、いやいや、わかるわかる、うん、うん、2回目のジャンプで左足が折れたってすごい今痛いみたいな。みんな笑ってる。諦めよ、まあ、あと1回飛んだらおしまいだからね。じゃあとりあえず行こうね。頑張ろう、リキちゃん。お願いします。そうそうそう、頑張ろう、頑張ろう。ね。さあ、それでは、いよいよね、彼もやる気になってくれました。さあ、それでは、嘘のこだわり強すぎやろ、あんた。本当に折れてんの、足ね。何がびっくりって、あんたが足折れてることじゃなくて、これ見て誰も心配しないことがびっくりよ。もう皆さん、すごい笑ってるから、ね。ただ、笑ってるってことはもう気づいてるから、もう諦めて立ってください。はい、折れてないでしょ。リキちゃん、立って。はい、そうでしょ。あのね、リキちゃん、じゃあ、
あの拍手の意味もあんま分かんないけど、いいいい、あのお客様が騙されるわけないの。よく考えて、着地が逆立ちで足が折れるわけないでしょ。そっからじゃないでしょ。もうね、そんなんでお客さん心配しないの。なんかこう、なんだろう、頭抱えて辛そうにしてるぐらいしないと無理だからね。そっからじゃないよ。そっからじゃないよ。もう諦めていこうね。じゃあやんなくていいんだよ。やんなくていい。分かった。じゃあもう皆さん、いいですか、応援していただいて。ほら、りぎちゃん頑張ろう。ほら、頑張る言われてる。 OK。 じゃあもう今のでいける。じゃあ、いいいけるって。よっしゃ、やってる。よし、 OK ね。さあ、それではですね、皆様から勇気いただいてね、ラストこの大ジャンプ飛んでいこうと思うんですけども、その前に皆様に一つだけ大切なお願いがございます。特化して、我々ですね、このように2人楽しく皆様の前で公演ができるのも、今のような温かいご声援、そして、うすうす感づいてる方もいるかと思いますが、大人の方、笑顔で聞いてください。皆様からのご理解のあるご祝儀のおかげで成り立っております。ありがとうございます。ご理解の拍手。もうね、今日はこれだけね、優しい函館のお客様の前で公演ができるということで、会社で一番大きなザルを持ってきました。ほら、わかりますよ。こうご祝儀って言ってもね、こう言った瞬間にこうシビアな空気になるっていうのもわかります。だってなかなかね、こう猿回しの大道芸ってこう見たことがないと思いますんで、今日は簡単に流れだけご説明させていただきます。じゃあ、りきちゃん、今日せっかくなんでお客様役お願いします。最後、この大ジャンプがもし成功したら、僕こちらのザルを持って皆様の周りくるーっと回っていきます。皆様はですね、僕が前の方を通る前に、まず懐からお財布をさっと出して、次に中身を確認して、あの子面白かったからな、うん、このぐらいでいこうかなって決めたらさっと出してください。で、本当にすごかった、いや、めっちゃ感動したよと、そういう風に思ってくださる方がいたら、もうなんなら一緒に財布も行きましょう。お願いします。笑える方だけ笑ってください。それとね、あの、今日冗談を置いといて、500円以上入れてくださった方にちょっとこういうのも持ってきました。リキ君ではないお猿さんのポストカード、はい、あの天才志村動物園で大悟さんと一緒に旅してた出雲っていうお猿さん、僕たち同じ会社でこっちの方が有名かなと思って持ってきました。ぜひご参考程度にお願いいたします。それでは、長らくお待たせいたしました、ラストジャンプのお時間になります。さあ、ただリキちゃん、結構距離離れてるから気をつけてよ。ダリキちゃん、勝ち、気をつけ。さあ、それでいきます。反対の階段に届けば成功です。届いた瞬間、頑張ってくれた彼をめちゃめちゃ大きな拍手を褒めてあげてください。それでは、集中して、そう、こっち、そう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 、それでいきます。3、2、1、頑張ってよ、いけるか。ドーン。いやらしい、いやらしい、なんだそこ、いやらしいから、ここ座ってください。皆さん、もう一度頑張ったリキ君の大きな拍手をお願いいたします。本当にありがとうございました。ありがとうございました。本当にあっという間の3時間半でした。さあ、以上でね、我々同期リキの芸は終了となります。先ほどとあれは、ゆてりだろ持ってね、回っていきたいと思いますので、ちょっと今回ね、後ろの方とかもたくさんいて、もし払いたいよっていう方いると思いますので、僕、ちょっとこっちにずっといますので、よかったらね、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、ぐるっと一周回っていきたいと思いますので、準備できた方からで構いません、お願いいたします。じゃあ、リキちゃん、ぐるっと回って、まあ、ありがとうございます。まあ、髪の匂いがしたと思ったら、リキちゃん、こっち一緒に行きましょうか。ありがとうございます。あと50分以上のもの持っててくださいね。どうぞ、ありがとうございます。どうぞ、もらってください。ありがとうございます。いいんですか、こんな